はい、ということで、ライジン大晦日、ちょっと宣伝も兼ねて久々に弟と対談していこうかなと。ひろやくんも試合決まったんで、はい、ここについてね、いろいろ聞いていこうかなと思います。久しぶりです。久しぶりです。なかなか呼んでもらえないんでやっと声かかりましたよ。ファンのみんなはあのコラボ見たいって言ってるんですけど、全然呼んでもらえないんで、ちょっと俺から言うのもおこがましいんで、やっと呼んでもらいました。ブレイキングダウンがね、強すぎてね、他の企画入れづらいよね。サブちゃんは最近毎日更新頑張ってるんですけど、まあ、なんだかんだでもジムで会ったりしてて、2人とはねチラチラ練習を見てたけど、すごいいい感じの追い込みしてるから、まあ2人とも結構強敵ですけどね、いけるんじゃないかなと思いますけど、まあ、特にひろやくんの方が強いのはアーチュレットだけど、ひろやくんの実績からすると結構やばいできたじゃん。そうですね、普通じゃ組まれないなっていう、ね、はい、社長とちょっと前に飯食った時にさ、まあ、ひろやくんやっぱ試合終わってもさ、今年の2戦、まあ、スプリットみたいな感じで負けて、でも練習休まないじゃん、その負けた後で、ちゃんと練習してるからこうだんだん強くなってきてるし、どこにか大晦日出したいなっていう、山本アーセンが面白いんじゃないかって俺、はい、社長に言って、はい、まあ、相性は悪いけどさ、その大晦日のカードとしてはさ結構盛り上がるから提案したんだけど、まさかのこの荒井涼選手が来て、そうですね、びっくりだったです、うん、でもまあ行くしかないでしょっていうことでね、はい、強いから断るってことはできないからさ、はい、まあ受けるしかないなっていうこと でどう今その分析とか対策の練習をしてるわけでしょ。そうですね、かなり、はい、してます。どこを気をつけてんの相手の。まあ、やっぱボクシングがうまいのと、本当試合のやっぱ流れを作るのがやっぱうまいかなっていう風に思ってて、そこそこ、そうそう、あの視聴者が分かんないかもしれないけど言うと、あの今シュートのチャンピオンで2階級チャンピオンだっけ。そうです、ソロ級フライ級の2階級チャンピオン で今12連勝中の選手です。9連敗からそう9連敗から12連勝っていう、結構まああんまりないタイプの選手だよね。そうです、やっぱチャンピオンになる選手って戦績綺麗な人多いからさ、そんな中で9連敗から12連勝ってあんま聞いたことなくて、なんだっけ、あの UFC ってオリベイラとかそっち系かな、くらいかな。だから戦績で言うとさ、はい、結構汚いっちゃ汚いわけじゃん。もう平野君もそうだけどさ、そうです、同じような感じだよね。だからもう格上も格上ですよ。勝ったらスーパーアップセット大金星です。まあやっぱでも僕勝てない相手じゃないって本当に思ってるんで、うん、まあ、やっぱここ大晦日で、まあ、ほんまに僕、まあ、自分は大舞台で強いタイプなんで、ここはほんま何が何でも勝ちたいです。シュートとなんか悪って昔からぶつかるのか分かんないけど、俺たちもシュートのチャンピオンやってるもんね。そうですね、あれやってたっけ、シュートのチャンピオン。大木久保選手がそうだね。大木久保選手か、うん、俺めっちゃやってるからね、日置選手と八千くんとリオン選手、斉藤選手か。シュートってさ、アマチュアシュートって顔面なしじゃん。はいはい、だからこう基本的には組力強い人が多いんだよね。はい、で逆にこっち側はアウトサイダーとかから出てきたらさ、ストライカーが多くて、で組にこう伏せられるっていうかさ、はい、そんな構図が多かったんだけど、まあ、今回相手もストライカー寄りだもんね。そうですね、逆にそんな感じですね。逆では出身が、そうですね、だからこそこう勝ってるかなっていうのもあるっすね。いやだから逆に言ったらさ、そんだけ組が強い団体でストライカーとして勝ってるから相当組強いんじゃない。いやそうですね、気持ちが強いな。いや気持ちいいですね、まあ何よりいいですけど、そこが結構勝負。いや本当にそうですね、ヒルヤも強いけど、はい、だからなんかそこはどっちがもうほんま気持ち折れるかの勝負になるだろうなっていうのはすごい僕自身も結構意識してるんです。技術の差で言ったらそんなないかもしれないね。全然気持ちで負けなきゃいけない。打撃もね、結構そこまで強い選手やってないじゃん、相手でも戦績見るとさ、全然打撃も分があると思ってるけど、俺はむしろ打撃に分があると思ってる、はい、うん、全然打撃で効かし合いできると思うから、打撃を避ける必要は全くなくて。そうっすね、重いと思うけどね、パンチは。いや、そうっすね。でも、まあ、佐々木村社長の平野君に対する評価はすごい高くてさ、負けはしてるけど、いつも一番盛り上がってるじゃない、会場が。本人は悔しいと思うけど、まあ、ここに勝利がついてきたときに、
凄、はい、まじい人気になると思うよ。過去2000のさ、はい、今日全部覆せるじゃん、ここで買ったら。そうですね、一気にだってトップファイターになるからね、日本のシュートのチャンピオンに勝った、はい、すごいよね。ブレイキングダウン出身みたいな感じで出てきてさ、最初はコネで出てきたけど、ここで勝ったら変わりますよ。いけんじゃない。いや、マジで頑張るっす、マジで頑張るっす。ヒロヤと一緒にね、ファイトキャンプずっとやってるけど、めっちゃまたさらに強くなってるから、俺はいけると思ってる。絶対にいきます。海外からそのコーチが来てくれてて、毎日ねマンツーマンで教えてもらって、ね、いや本当そうですね。いやほんまにこの環境、うん、本当にありがたいです。ジャパントップチームも本当ね、なんか 2,30 人毎日いるもんね、練習来てる。そうですね、すごい本当に人が増えてきて、でなんかコーチ陣もすごい選手がついたからこそ、出稽古も増えて、すごいなんかね、いろんないい相乗効果というか出てきてて、これからさらに大きくなっていくんじゃないかなと思いますけど。あと若手が育ってきてるよね。この間もディープ全勝だっけ。全勝ですね。全勝してるじゃん。やっぱ若手を育てないと練習相手がいなくなってしまうので、僕らもヒロヤ君たちもね、西谷君も今じゃかなりの練習相手になるけど、最初の頃は最初はもう本当にヤバかったです。ボコボコだったじゃん、マジで2人に、ね、まあでも、まあ、それが当たり前だろうって思ってたんで、ここを乗り越えれないと、まあ、トップにはなれないっていうのはもう当たり、もちろんなんで、もう必死でしたね、最初は。でもいいよね、西谷君もさ、この間いい結果出してさ。いや本当そうですね。で西谷君の試合も組んでもらおうと思ってたんだけど、たまたまこう相手がいなかったから、フェザーにさ、はい、でももう絶対出るじゃん、来年とか、はい、そしたらなんか俺たち兄弟みたいな感じでこう意思を受け継ぐ人がね現れて、いいっすね。不良出身でさ、一番最初のチャレンジいつだっけ、3年前4年前ぐらいだっけ。そう、もうすぐ4年になります。うん、なんか全然ね、戦績もダメでさ、はい、多分諦めようとした時も何回もあったと思うけど、そうこう続けることによって、続けてて本当に良かったなって今は思います。勝って思ってほしいね今回。そうですね、ここ1年ぐらいで一気に強くなったよね、2人とも。ブレイキングダウン出始めたぐらいから、出始めて強かった。その辺からね、本当に強くなった気がする。なんかやっぱ今までももちろんプレッシャーはあったんですけど、なんかそれ以上になんか負けれないっていう思いとか、もう本当僕はまあスーパーライジンでミクルさんにこう押してもらって出たっていうのがあって、恥ずかしい試合もできないし、言い訳できないというか、もう練習一つにしてもなんかもう苦しい時であっても、ここでやらな、もうまたもうそこで終わりというか、もうそこ止まりだなっていう、まあ、自分を超えないと。それが積み重ねでここ1年で本当すごく成長させてもらいました。ライジンに初めて出た時もさ、なんかそんなに緊張とかしてなかったよね。パフォーマンス出してたじゃん。そうですね、なんかあれ結構ブレーキングダウンの経験が大きいと思ってた、意外と。でも結構前日とか本当すごい緊張でした、ね、あ、してたんだ。今までにないぐらいプレッシャーとかがやっぱあって、たまたまもらってしまって一発ですぐに終わってしまって、自分のやってきたこと全て出せなかったらどうしようとか、リングの中に入って頭に真っ白になったらどうしようとか、やっぱいろんなことを本当に想像して、もう真っ白になったらこう戦おうとかいろいろ考えてて、自分の中で。だけど入場セレモニーぐらいで、あ、絶対緊張しないなと思って。あ、いける。はい、もう全く何も思わなかったです。もう多分しないと思う。そうっすね、した方がいいと思うよ。緊張しないとやばいと思う。いや、あの多分中に入るまで僕絶対緊張するタイプで、練習とかやっぱ試合の日までは僕かなり緊張するタイプなんで、それでいいと思うんだよね。なんか緊張がそのいつも以上の力出してくれるからさ、はい、俺とか緊張しなくてやばいもん、本当の意味で。絶対緊張感あった方がいいと思うし、なんかいい付き合い方した方がいい、緊張感。で、弟の方はアーチウェイトですね。でまあ、年末は全敗ということで過去。いや、全敗ではないよ。2回ぐらい勝ってるから。あ、そうだっけ、うん、まあでも、まあ、ほぼ全敗みたいなもんよ。でもさ、ね、なんかさ、今まで俺大晦日全勝なんよ、俺が。で、絶対両方出てたじゃん、一緒に。ほとんど俺が出て絶対勝てないの、大晦日で。今回俺出ないからいけるんじゃないかなと思って本当に俺がで一緒に出てる大晦日は多分全部負けてる。いや、そんなことない、そんなことない。あれ、ムンジェフン戦勝ってるからね。あれ大晦日っていう大晦日だったじゃなかったじゃん。だって朝の部だったでしょ。ああ、まあまあ、あ、それ以外は全部負けてるじゃん。まあそうだね。俺セコンド入ってたっけ。マネルキーパー入ったのか。
試合終わった後そのまま。そう、堀口戦も入ったか。入ってるね。あ、前回入ってない。前回久保選手の時は入ってないのか。まああれは折れた状態でやってましたからね。まあでも、大丈夫ですよ今回は。今回ね、まあ得意なタイプであるよね正直、うん、しかも、ね、対策もしっかりできてるし、テイクダウンディフェンスとかもう今までよりさらに強くなったんで、まあ、問題ないかなとは思いますけど、うん、まあなんかね、KO しそうな気がするけどね、ズバンとね、いけると思う。バンタム級のチャンピオン取った後は何、フライ級下げるの？もしその海外に挑戦するならフライ級で行こうかなって、うん、俺も本当は多分バンタム級なんだよな、うん、本当に海外の本当のトップスターたちとやるってなったら、俺今多分72キロぐらいかな、今72だったらそのアメリカの選手のバンタム選手より軽いぐらい、うん、80とかあるもんね、70後半から80ぐらい俺も完全にフライ級の選手の体重ぐらいか、早死にしそうだけどね本当に、うん、もう結構極限みたいな。ヒロユ君とかも対象少ないもんね。そうですね、結構少ないです。もう6とか、うん、基本的に6、7ぐらいです。しかもヒロユはいつもバキバキだもん。そうですね、やっぱオファー急にもらってもまあいけるように1ヶ月ぐらいで、あ、はい、でも体質ってあるじゃん、なんかテストステロン多いんじゃない、はい、あ、でも多いです。めっちゃ筋肉とか多分筋トレとかしたらすぐつくし、性欲が強いんですよ多分強いです。そうなのか。いや、それ結構比例するらしくて、テストステロンが多い人は性欲が強いらしい。ああ、そうだね。俺あんま強くないじゃん、そういうのがあると思うんですよ多分。あのバキバキじゃないし、テストステロンも少ない関係あるんです。関係ないと。いや、関係ある。じゃあカイさんもってことですね。性欲の話したら西谷君はこっちをなんか恨めそうになる。西谷君は性欲モンスターだからね。西谷君あんまなさそうじゃない？筋肉ないじゃん。筋肉ないけど性欲一番あるんです。その話は一番ふざけてるんだね。おかしい。まあどう、でも今盛り上がってる感じあるのかな、おみそかって。おみそかはだからまああれじゃない、平本君とか安保君のカードで盛り上がってたりもするし、うん、まあだから分かれてるよね、その本物の話題と本物みたいな。俺らは本物の戦いを見せたいよね。俺らはって言ってもまあタイトルマッチぐらいじゃない、本物の試合っていう、なんか世界と戦えるカードって、うん、森口選手と朝倉海のカード、うん、クレベルもそうか。あとビンスが、ね、出ますからね、元谷選手と戦うからね、うん、これもガチ路線だよね。でも難しいよね、なんかどう思ってる2人は最近の格闘技界。俺とかさ、弟が最初出たところって話題先行で出れるような舞台じゃなかったから、もう地上波のなんか日程も決まってて、ライジンの枠ってめっちゃ少なかったんだよね。もっと試合数少なかったし、まあなんか山本アーセンとかさ、そういう話題のある人は、地上波受けする人は出れたけど、なんか今のこう悪目立ちで出れる場所ではなかったわけじゃん。だからだんだん格闘技界が変わってきつつあるなと思うんだけどさ、今の格闘技界はどうも、まあ、ブレイキングダウンとかもあっていろいろ含めてこう変わってきてるんだよね、ライジンも。あの煽り合いというか、ああいうのも必要だよね、実際。なんかそのタイミングで必要な時ってあるよね。なんか今、俺とか兄貴がやる必要ないかもしれないけど、やらないといけなかった時期もあったし、それこそアウトサイダーの時なんてめちゃめちゃやってたし、だからタイミングでそのまたみんなに知られてないタイミングではやる必要がある。否定はしないかなっていう煽り合いとか、ああいうのヒロヤはあんまやらないよ。そうですね、でも求められてるものが、うん、まあそのそういう発信する人がまあいるから、僕はそのしなくてもいいのかなとも思うんですけど、でも僕もなんかこう盛り上げたいなっていう、うん、やっぱり見てもらわないと結局意味ないんで、本当にカイさんさっき言ってもらった通りに、まあ本当やるべきタイミングでなんかやった方がいいなとも思うし、僕は言われたら言ってやろうかっていうぐらいの感覚で、まあ、昨日も本当はいたんで、うん、もちろんまあなんかあの戦績的にも、まあ、やってくれて本当にありがとうって気持ちあるんですけど、結局どうせ殴り合いするんで、別に試合までどう言おうが何言おうが別にそれはいいかなって思うし、カイさんとかミクルさんとかをやっぱ見て、僕は格闘技やりたいなって、やっぱかっこよくないと、結局格闘家ってかっこよくないと俺はなんかやりたいなって思わなかったので、
そういう人たちを見てやりたいなって思ったからこそ、俺もそういう人たちになんか今はなりたいなっていうのがすごいあるです。だからトラッシュトークとかも全然僕はまあいいかなと思うっす、まあ、思ってることであるもんね、試合前に相手に、はい、嫌いなとこってあるじゃん、お互いあるっす。俺も平本とかさ、なんか最近すごいいいやつみたいになってるけど、俺暴露系とかクソダサいと思ってて、格闘家が、あの相手の日常の格闘技に関係ないこととか、なんかそういうネチネチするのダサくてもったいないなとか思ったりするわけよ。そういうのに対して言うのはいいと思うし、まあ、格闘家がやっぱ喧嘩と親和性すごいじゃん、格闘技って。だからこうブレイキングダウンのさ乱闘とかも、なんか男だったら一度はこう経験しそうになったとか経験したことあるから多分興味が湧くんだと思うんだけど、喧嘩とか日常生活の中でさ、この小中高の中でとかさあるじゃん。結局俺はどれだけの人が見たいと思ってくれるかだと思ってて、選手の価値ってとんでもなくクソ強くても誰も興味なかったら格闘技っていうビジネスで成り立たなくなってしまうんだよね。会場にも入ってないし。だからやっぱ両方大事で、強さも花っていうの見たいと思わせる、そこを選手が意識していかないといけないよね。まあ、2人は結構もう注目されてるしさ、まあ、本当に注目度のない選手もいるし、あと実力ないけど話題だけ先行してる人も多いから、まあいろいろね今変わったけど、あの辺にはどうもその平本の弟たちが出たりさ、まあ、平野君も 見方は一緒だったのか最初。そうですね、最初は本当に変わんないかなって思うんです。なんか賛否とかさあるし、でも運営側が決めたことじゃん、出したのも。で格闘技のいいのってそこで負けたらさ全部批判を食らうっていう、その本人が結果が出るのがいいとこだよね。どんな声で出ようがさ、相手まではこう変えてくれないから、ライジがちょろい相手用意してくれないじゃん。第三者がとやかく言うのも、まあ、それで盛り上がるんだったらいいんだけど、話題になるからいいんだよ、うん。で本人がそのチャンスをつかめなかったら終わりだし、うん、ヒロヤは負けてるけどマジでお客さんの心をつかんでるから、だから呼ばれてるから、今はコネじゃないからね。なんかね、俺この間さ、まだオーディション映像出てないけど、せいやが6ラウンドぐらい知らないやつと戦ったんだけど、クソ弱いんだけど、マジでクソ弱いんだけど、表情がめちゃめちゃ良くて、戦ってる時の映画のなんかクローズの主人公みたいな、なんか東京リベンジャーズのさ、竹道みたいな顔すんだよ。あれって引き込まれるなと思ったよ。なんか表情作りとか大事かもしれないね、格闘家のその苦しい時の。あれね、だから映画風に作ってくださいって今編集したんだけどさ、何にもない、ほんと雑魚同士の戦いだったんだけど、なんかタケル天心みたいな雰囲気出してくんだよ、顔でその、死闘みたいな。レベル低くても、なんか絶対負けたくないみたいな戦いになってたから、うん、そういうのって響くんですよね、やっぱ、うん。ヒューヤ君もそういう感じじゃん、毎回。そうっすね、うん。2人は大晦日は他に楽しみな試合ある？注目してる試合。僕はフライ級タイトルマッチですね、やっぱり堀口さんの試合がすごい楽しみです。もうあれだもんね、将来的に目指さないといけない場所ですからね。彼、新龍君だっけ？はい。今回、ヒューヤ君が勝つようなことがあったらさ、次組まれてもおかしくないレベルにいっちゃうからね、フライ君って。もう意識しないといけないの、二人は。ライジンって本当になんか飛び級のマッチメイクしてくるから、普通にもうライジョー選手に勝ったら全然あるっていうか、組まれる可能性あるから、オファー来るかもしれないよ、次、新龍と言って。まあ俺的にはやっぱクレベル斎藤戦はちょっと楽しみかな。どちらが勝つ？まあクレベル有利だと思うけど、斎藤選手を応援したいよね、なんかその勝ったら面白いじゃん。でも相性いいかもしれないよね、意外と斉藤選手。いろんな人のその負け方とか、戦い方を見ててさ、今分析ができるわけです、そのクレベルに対する。ちょっと、7-3 ぐらいな気はするけどね、俺は。で多分、金原さんと鈴木千尋ぐらいにやるってことで、仲になるから、2人が出てないってことはね。そうだね。俺、斉藤選手との再戦はまず、ないから、俺が2回やってるし、となるとやっぱその辺と絡んでいきたいんだよ俺も。来年ね、金原さん、
鈴木千尋いつ復帰予定なの？まあ、でも練習もしてるし、このまま体重維持していこうかなと思って、夏とかに、ね、やれたらいいかな。じゃあ、これがまずベルトを取って、来年ありきのチャンスになるという。あれ、ベルトを取った後どうするの？ところで海外行くって。いや、わかんない、まあ、いろいろ契約とかもあるからね。契約とかもあるから、わかんないけど、まあ、でも来年は海外に挑戦したいなっていうのはライジングで伝えてはいるってことですね。30なんで、僕も気づけば。ライジン出た時が24歳で、もう6年だったんですか。俺がバンタム級まで落としたら、兄弟対決があるかもしれない。誰も喜ばん。中国道すごいと思うよ。ペーパービューめっちゃ売れると思うよ。まあ、いけそうな気がするんだよな、バンタム。だって、あのフェザーの時より5キロ 軽いってことだよね。5キロでかいけど、だってショーンワリーとか180あるじゃん、身長。そうそう、パトリックミックスだっけ、あとかもう180ぐらいじゃん。でかい、ね、俺全然いけると思うんだよな。確かにみんな80キロぐらいから落としてきてるもんな、本当に。なんか別にフェザー級の時よりまだ脂肪乗ってるから、だいぶ本当バキバキになると思うけど、全然いけると思う。じゃあ近い未来にあるかもしれない。あるかもしれないです。リングに上がった頃には倒れそうなぐらい息切れてるし。引退試合とかいいかもね。でも後応援する日は。イエーっすよ。めっちゃ嫌や、めっちゃ嫌。セコンドに一緒に行った日だよ。めっちゃ嫌っす。めちゃくちゃ見たくない試合っす。もう一回落としてみようかな、気持ち。楽だもんね、フェザーの時まだ。この間はめっちゃきつかったけど、あのケラ目線は水抜きすぎて。ちゃんと脂肪を落とせば結構楽だから。まあまあ、とにかく大晦日ね、結構面白いカード並んでますんで、まあ、ぜひね、ペーパービュー購入していただいて、当日は見ていただけたらと思います。まだ会場のチケットも残ってんのかな。いや、多分あんま買えないんじゃない。もう買えないわ。埼玉スーパーアリーナだっけ、うん、今年は僕は広報担当ですんで、あのちょっと2人にインタビューしてみました。頑張ります。頑張ります。頑張ってお願いします。